船木正勝です。今回も質問フォームになります。 DDT に参戦されていた時期もあると思うのですが、その時に印象に残っていることや、興味を持ったレスラー、試合などがありましたらお話ししてほしいです。よろしくお願いしますという質問になっています。DDT ですね、ドラマチックドリームチームというその団体です。団体名省略して DDT、 技の名前と同じですね。高木三四郎社長の団体です。高木三四郎社長のことはなんとなくは知ってましたですけども、それほどこう詳しく、その知ってはいなかったんですけども、初めてそのお会いしたのが、2004年ですね。自分が一度引退して4年後ですね、新設タイガーマスクというそのビデオ映画の撮影の、試合のシーンの時のレフリーをやってくれました。新木場ですね、新木場のファーストリングで、撮影をしたんです。その時に、高木さんと初めてお会いして、で、それでも DDT の映像なんかはほとんどというか、写真シュープロとかゴムの写真でしかこう見たことがなくてですね、初めてその選手を見たのは井伏浩太選手ですね。井伏浩太選手が、新日本プロレスの当時スポット参戦かなんかしてた時に、井伏選手を見て、あ、すごい選手だなと思って、どこの選手だろうって調べたら DDT 出身ということで、あ、こんな選手もいるんだなと思って、それでその DDT のことをちょっとこう見始めたんですけども、路上プロレス、いろんな商店街とかですね、普通のどこの場所でも、プロレスをしてしまう、選手のキャラクターですね、選手のキャラクターがいろんな選手、いろんなタイプの選手がいる。あとはそのタレントさんをですね、そのリングに上げてその試合をしたりとか、あとはもちろんそのお笑いの要素もあり、正統派のプロレスもあり、バラエティに富んだ、プロから一般人までが上がれるその幅の広い、リングだということが分かりました。そして、自分もですね、DDT に上がることになったんですけど、その後ですね、高木社長と初めてお会いして2004年から12年後の、2016年になります。ちょうど自分が、レッスルワンをですね対談してした後です。ちょうどその入れ違いで、自分が対談する直前ぐらいですかね、高木社長がレスルワンのスーパーバイザー、アドバイザーかなんかになったんですけども、なので残ってれば一緒にその、お仕事をですね、同じ団体ですることになったと思うんですけども、ちょうどこう入れ違いで高木選手が来た時と同時にその自分が離れていってしまって、何かあったら DDT もありますのでよろしくお願いしますというふうに言われて、でましたので、ちょうどその感じで呼ばれたんだと思うんですけども、16年の後半から17年の初めですね、3月ぐらいですかぐらいまでちょうど、5試合お世話になりました。坂口幸男選手ですね、坂口誠二さんの息子の幸男です。幼なじみというか、自分が15から16、17ですねの頃によくその日曜日、玉川と道場で遊んだ中です。坂口幸男選手とのタッグで、タイトルも取りました。でその時ですね、タイトル戦で絡んだ選手が、原島選手、竹下選手、遠藤選手、樋口選手、石川選手、そして、D の選手ですね。そのような感じの、比較的その正統派が多かったと思うんですけども、最後の最後にその男色 D の選手のですね、キャラクターの、洗礼を受けて、終わったというそういう結末で、DDT は自分出て感じたんですけども、DDT という団体はやっぱりすごくそのバラエティに富んだ選手がたくさんいますので、その中に入ってしまうと、その比較的その自分みたいなオーソドックスな個性はですね、つまらない、一部にしかならないんじゃないかなっていうふうにのことをちょっと気づいてしまいまして、世間一般から知ってみると、やっぱり全体的にですね、お笑いの方が好きなんだなっていうことに、
気づきました。この DDT がですね、3年前2017年からですね、株式会社サイバーエージェントに 100% の株式を譲渡して、なんとサイバーエージェントの傘下になりました。自分がですね、以前全日本プロレスに所属していた時のお話なんですけども、コロナの話なんですけども、ちょうどその武藤さんが膝をですね、手術して、ちょっと欠場し始めてですね、あんまりその試合に出れなくなってきた頃に、やっぱりそのお客さんも徐々にこう減っていった時ですね、こんな時やっぱ大きなその会社がですね、ちょっとバックについてくれたら、どんだけいいかなと。そしたらどんなにその安心してみんながそのちゃんと試合をやっていけるんだろうかなって、そういうふうにこう思ったんですけども、若い頃ですね、自分がその経験をしていたことを、すっかり忘れていました。SWS メガネスーパーです。確かに大きい会社がバックにつくとすごく安心します。良い時は本当に良いです。お金もたくさん入ってきます。でも会社もですね、やっぱり生き物ですから、ずっと大きな会社だからといっても、そのずっとおんぶに抱っこしてもらうわけにはいきません。時にはですね、親会社の調子が悪くなることもあります。そんな時はおんぶに抱っこされている部分がですね、真っ先にこう切り落とされますので、残っていくためにはやりたくないこともですね、やらなければいけなくなるその可能性もあります。最近、プロレスリングノアもですね、このサイバーエージェントの傘下になりました。これですね、新日本プロレスを筆頭に大きな企業をその親会社に持つ団体が3つになりました。この形がですね、これからのプロレスの業界の形になっていくのでしょうかと、ちょっとこういくのかなと自分はなんとなくその思っているんですけども、どのような形であれですね、この先若い人たちがですね、その憧れるような、自分が昔その新日本プロレスとかに憧れたような、そんな業界にですね、なっていってもらいたいなと思っています。サイバーエージェントにはですね、インターネットという今一番重要なですね、その強い通信手段を持つ、強いその武器がありますので、その企業をですね、バックにつけた DDT とノアズね、かなり有利だと思いますので、高木社長、プロレス界業界繁栄のためにですね、ぜひ頑張ってください。いろいろ大変だと思うんですけど、2つの団体大変だと思うんですけども、頑張ってください。期待してます。以上です。今回は DDT についてお話ししてみました。ご視聴ありがとうございました。